スイングチェックですよね。スイングチェックね。いいです。で、スイングチェックする際に、やっぱりその腰の面と肩の面がちゃんとこうずれているかとか、左肘が90度前に上がっているかとかね。それから右の手首が使っちゃってないかとかね。あのクラブに使われちゃう、振られちゃうっていうこともあるし、まあ、自分から振ってちゃう人もいるんですけどね、あの円盤投げみたいにね。こういうのがあんまりよくありません。球はぶれます。で、そういうスイングをしないことによってね、すごかったですね、稲見さんと西郷さんの2人のね、7バーディー、5連続バーディーとかね、こういうの見てて私思いました。やっぱり使わないっていうスイングをやっている人たちはそれだけ正確に打っていけるから、パッティングでも使わないしっていうところなんですよね。で、スイングチェックの仕方っていうのを今言ってるんで、スイングチェックに戻りますけど、スイングチェックっていうのはこうやって行うわけですよね。こんなところはもう関係ないわけね。こんなところを教えてもしょうがないからね、関係ないんですけども、こんなところも関係ないですね。アドレスの入り方、見方で、私は後ろからよりもこうやって構えてピンを見るこの姿勢がここで調整してるわけですね。肩の向きとか肘の向きとかこういったのをね。でもう用意ですよね。だインパクトに対する用意のためにこの右のラインっていうのは整えているんですね。だからグッて後ろに引いたりしないんですよ。引けばそれだけずれることになるから。で、こういうのが同じに構えられてる人を見ると、あ、この人大丈夫だなって見てみるんです、プロもね。そうすると、あ、なんだ、マリンスイングだ、私のをやってくれてるんだって分かるんですね。で、こういうところもチェックするんですね。腰が開いてないかな、行っちゃってないかなっていうのはね。ここの部分ね、ちゃんと手がこう離れてきてるかなってね。だからこの前の動画でちょっと近いって言ったのは、あ、こんな近いんだ私、この時こんな振ってんだなとかね。上に持ち上げちゃったりしてるんですよね。上に持ち上げちゃえばそういうことが起こります。上に持ち上げたからって別に高い球になるわけじゃないんだけどね。それで高い球を結果的に打つ人もいますけど、そういうふうに教えちゃう人もいるんでしょうかね。だからそういうことが起こるんでしょうけど、だからそういうところをこう逐次ね、このスイング今動画で自分でチェックできますからね。これ腰がね、今水平なんです。水平じゃないんです、これシャツが水平だけど、このラインがそうですね。この斜めにこう来てるラインが、こういう前傾が取れてるわけです、こういうね。で、この前傾から、水平に変わるんですね、スイング中にね。ここで水平に、右の腰が水平に変わるときに送り込まれるんですけど、送りすぎない、それが正確なショットを打つコツなんですよね。こういうところが、で、右の膝が外かかとに乗って、右のかかとが外転してるか、膝はうまく遅れてるかなとかってね、遅られていくかなっていうのを見ていくんですね。こうチェックしながらね。で、ピンに当たったショットですから、
わかりますかね、アマリン踏み込みね、右足の踏み込みが、これがアマリン踏み込みなんですよ。なんかね、こう YouTube っていうのはね、こういうふうに出てきちゃうね、他のがね。で、今言ったように、あまり踏み込み見ましょうね。右のかかとで踏み込みます。踏み込む、この踏み込みですね。これがあまり踏み込みなんですよ。で、これをやれということじゃなくて、動かない方がいいんですけども、これやるとものすごくタイミングが取りやすくなります。ずれることなくピンに当てることができます。正確に打つことができます。で、言ったらやってビタビタ打ってるプロがいましたけど、そこですね。はい、あまりに踏み込みです。以上。